東海大学附属高輪台高等学校、中等部は、東京都港区高輪に丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、東海大学附属私立中学校、高等学校。高等学校において、中等部から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、第一学年から混合して、 クラスを編成する併設型中高一貫校である。また、東海大学の付属高等学校としては、全14校中最古の歴史を持つ高等学校である。最寄り駅は、白金高輪駅、仙学寺駅であり、東京の一等地に立地している。もともとは、山本権兵衛元内閣総理大臣の自邸の敷地であった。東京メトロ南北線自体が、 比較的新しく開通した線であるため、必然的に駅が深い位置にある。また、東海大学高輪キャンパスが隣接しており、見学祭の出展等で交流がある。公明の高輪台という名の通り、学校自体が台地の上にあるため緩やかな坂を登って登校する。また登校日には、教職員が主要な通学に立ち登校時のマナーなどに、目を尖らせている。 私立の大学附属高校ということもあり、時代にそぐわないと思われる校則に疑問を抱く、生徒、教師もいるが、変更等が非常にされづらい。ありがとうございます。